4番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。今日の佐渡島、佐渡相川、相川中学校の体育館周辺は栄養な盛り上がりがありました。6時半ぐらいから9時ぐらいまでかだったんですけど、もう異常な盛り上がり、騒ぎになったということで、これ、重心サンダーライガー選手が、佐渡のリングに上がったということで、新日本プロレス一筋36年ぐらいになんだかなと思うんですが、そのライガー選手が最後の、引退前の最後の、地方ロードというか地方佐渡のど田舎にまで、来てもろて、元気なファイトを見せてくれたということで、でその後今帰ってきたばっかりなんですけど、慰労会というか打ち上げという感じで、一緒に横に座らせてもろて、カニをよく食うた、なんで5平か6平ぐらいは食うたんじゃねえかなとでビールも飲んで本人は言うとったけど、今日俺は酔ってますっつって、かなり、楽しい酒を気持ちよく飲んどったみたいです。明日帰るわけですけど、その前にちょっと店、ここの店来てくれるということで、また楽しい話ができればいいかなと思うとんですけど、すぐに行ってしまうということで、それはそれでいいのかなと。残り来年の1月で、引退するということで、本当に大したもんだと思っております。30何年間、一筋で続けてこれはやっぱり見習うべきもんなんだろうなと、本当に見習わなきゃならんと思っております。明日佐渡の酒でも持って行ってもろて、奥さん帰ったら奥さんと2人で飲んでくれと言うて渡すつもりですが、どういうことになるか、明日はまた楽しみなわけでして、とりあえず今日は、佐渡の相川中学校の体育館が異常な盛り上がりを見せたという、そういう話でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。